はい、どうも、イゾログです。今日は、4月11日の夜です。で、今日やったこととすれば、片枝切りチェーンソーで、片枝ってなんだよ。高枝。高枝切りチェーンソーで、なんと、柿の木を切り倒すことはあらかたできました。ただ、やっぱりそのパワーが足りないのと、あんまり横にしすぎると燃料はいっぱいに入ってればいいんだけど、燃料がちょっと今なくなってきちゃったから、4割3割ぐらいのタンクなんだよね。それくらいでものすごい急な角度で立てて使ったり、真横にして木切るのに追い口と、じゃあ、受け口、切り、追い口、入れたりすると、燃料吸わなくて演奏しちゃうんよね。だから、まあ、なんだろう、コメリで工具レンタルしてるのは聞いたんで、コメリの、レンタル工具で、エンジンのチェーンソーを借りて、あとは、切り株を切り倒すことに決めました。美味しい。で、めちゃくちゃ粘ってたんだよね。あれだよ。切り株切るのに。なんでまあ、いつものことだけども、お疲れっす。いや、でもね、切るのがね、あんだけしんどいとは思わなかった。高枝切りチェーンソーはエンジンだけど、まあ、パワー自体はそんな変わんないから、全然楽勝にいけると思ってたんよ。マジで。ちの方がいいか。いや、でも全然ね、高枝切りチェーンソーの層の向き間違えたんじゃねえのって一瞬思ったんだけど、全然それは間違ってなくて、高枝切りチェーンソーって基本的に枝を下から切るような刃の回り方なのか付き方なのかわかんないけど、下から上に切り上げる分には切れるけど、上から下に切り下げる分には全然ね、切れないんだよね。ガガガガガってなんかノック、キックバックっていうか、ノックバックは格ゲーか。キックバックだね。がすごいひどくてね。メトギさえ、新品の状態でメトギされてないままの届いたのかって一瞬びっくりしたくらい切れない。楽天で買ったやつなんだけどね。でも、あれは5 in 1って書いてあって、まあ一応1台で5役できるんだよね。高枝切りチェーンソーと、草刈り機とかにもなるしね。だからそのマルチさで買ったから、まあしょうがないのかなと思ったけど、でもそれでもね、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。まあ、チェーンソーしか使ってないから、どうもこうもない、わかんないけどね。あと、草刈り機も、草刈り機と刈払機か。鉄の刃をブーンって回すのと、プラスチックの棒がブーって回るやつ。あれの、
2つの機能がついてる。そしてお刺身ですな。まあ何かことがあったら刺身で乾杯するというのが私のルールです。ルールっていうか、まあ自分のご褒美だよね。でね、今日は放射冷却があってですね、クソ寒い。窓が割れてるから余計、ほぼ外気温だからね、この家の中。テントの中がめ、多分ね、気温4度ぐらい高いよ、体温だけで。だからまあ、早く電気引きたいんだけどね。まだね、こたつの電源コードで延長された、電源コードをまだ、行って、電源コードのところの天井を落とすまで行ってないからね。うん。だから早くそこまで行きたいんだが、まずそこよりも先に、車の、出入りだよね。車って生命線だから、今の俺にとってね。電動工具類の充電はもっぱら車の ACC につながったインバーターだから、車をどうにかしない限りは、車のね、どうもこうもならないし、雨が降ったらまたスタックしてさ、車が出られませんとかなったらシャレになんないからね。はあ、というような感じです。今日は4月11日、ね、なんとか庭の木全部切り落とせましたっていうので、お疲れ3回、自分に対してお疲れ、刺身お疲れです。マジ疲れた、全身筋肉痛だもん。高枝切りチェーンソーを最大まで伸ばすと2メーター半あるけど、あれがね、くっそ重たい。で、下から枝をこうやって、チェーンソーで、こうグッて、これ、俺の腕枝だとしたらさ、こう下からこうギーンってやんなくちゃいけないから、その分こう持ち上げなくちゃいけないんよ。それがね、くっそ重たい。マジくっそ重たいかんね。ほんとさ。でもこの筋肉痛は部活以来だよね、高校の。あれ以来のね、筋肉痛だからちょっとビビってる。でもまあ鍛えなくちゃいけないなと思ったから、まあ全然いいやって思ってる。うん。ああ、でもまあなんとか終わったけど、これに1ヶ月かけたくないよね。なんとか、あとは、切り倒したら、今度は枝を打って打って打って打ちまくって、まあ、それを処分するっていう感じです。なんで、八郎型のゴミ処理場にまた、持ってきます。まあ、隣の製材所から初めて声をかけてもらったんだけどね。まあ、それのきっかけっていうのがさ、落ち葉を、落ち葉を燃やす家庭用焼却炉があって、あれを使ってたら、隣はやっぱり材も製材所だし、やっぱり原木扱ってるから、しかも乾燥したね原木だからさ、火事になりやすいから、ちょっとそれやめてくんねっていうことを言われちゃって、で、それ燃やしたかったらうちの炉を使っていいから、隣のよしみでみたいな、声かけてもらって、まあ近所付き合いっていうのはね、とりあえず始まったのかなとは思うんだけど、逆にあれだよね、親切にしてやったのに。うん、何もお返しが来ないとかね、まあそれは考えすぎなんだけど、親切にされたら、うん、どうしていいのかなって。
正直思う。まあ、このまま、そもそもあっちは仕事で使ってるね、なんだっけ、林業で、原木って言ってさ、切り倒しただいたい5、6メートルあるぶっとい木を、商品用にカットして、そんで木の皮バークって言うんだけど、そのバークとか、その残りカスを燃やす炉だと思うんだよね。あそこ使わせてもらえるってことになったから。まあ、でもあんまりな、あっちは仕事でさ、仕事遮ってまで、ね、こっちの私事で出たゴミ燃やしてもらうっていうのも気引けるんで、まあ一応、今日、4月11日日曜日か、日曜日か。で、12日の朝にね、役場行って、個人の搬入許可証をもらって、それで処分をしておこうかなって思います。まあこんな感じで あとは駐車場までに向けてコンクリートの塀ぶっ壊していきます。ではでは。